何が動けないなんの？かもうここからもう何もかも テーブルこのままだし これなんかできるのこれ大変だね。ね、これできる？わからない これだけ用意してきたけばいいけど用意したけど、うん、これ超斜めだし、うん、ねえ、ね、ご飯炊くの無理かもしれないポンってきたじゃん。ポンってきたけどなんかちょっと無理なような気がしてきた一緒のんぽだけ食べる、うん、そうしようか、うん、え明日の朝はホットサンドとか大丈夫だんだん不安になってきたパパこれできんのかなこれ。わかんない。でも根性で小籠包だけ食べる何がそんなにおかしいのママ。わかんないけどおかしくなってきた日もさっちもいかないしこれずっと持ったまま時間はどんどん過ぎていく過ぎていくしお腹痛い。どうするよこれ。小籠包だけだったらテーブルいらないんじゃ。テーブルともう出してご飯食べないの。ちょっと考えよう。え、ご飯解くのが大変。傷つきそうだし、なんかあんまりこれ絵的に良くないし、うん、もういいか。もうしょうがないこれは。熱いテーブルね。もうこのテーブルどうするの。もういらない。いらないの、うん、邪魔だってことが分かった。あ、そうなの、うん、どうしよっか。あ、お腹空いてきたし。お腹空いてきたね、うん、なんか偉いよね、この中でやる人ってすごいと思う、うん、慣れが必要なんだろうね。慣れなんだろうね。うちも慣れれば多分。慣れるのこれ。できるよ。本当に多分、これこういう風に縦にやればどれかなるんじゃねえの多分。そんなことね。これをさ縦にさ、うん、いちいちこれがなるいちいちさこれをさこうしてさするじゃん。でこれをでさこれでさこうじゃんね。こうじゃんでそれをどうにかして、これちょっとこうなんだよね。あ、じゃあこれ入れる？あ、うん、そうだな。こう下にこうやって、やってね、これでいいんだよ。ね、で、とりあえずこれを置いといて、あ、なんだこれ。全然安定性ねえよこれ。なんかタオルの方がいいな。あ、タオルがいい。これはこっち側向けるってこと？そう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 、横にさ、うん、2つやりゃいいんじゃねえの。違う。なんでこんな不安定なんだこれ。これじゃ飯食えねえダメだこれ。結構斜めってんだ ね。斜めてるね。いちいち全部に対していからさ、そうだよね、安定性が安定しないんだよね。あるわけがないよね。そうなんだよ、ね、そう。これで。すげえ無謀なの持ってきたね。初回にして無謀だね。ママ言わなかったけど、ショルポはとかって。ママ言ったよね。言いました。ごめんなさい。なんかすごい嫌だなと思ったの。いや、俺もめちゃめちゃ賛同した、それに。あ、いいねこん
ちゃやだ。行くよね、行くよね。これでも倒れはしないよね。倒れはしてもママにかかるくらい。ダメだ、危ないね。下になんか引く？当てじゃないよね。これだけ柔らかくしちゃったからだよな、下をな。うん、そうだろうね。だから下に板を本当は引かないとダメなんだな。うんだね、多分。うん、そしたら、うん、テーブルをそのまま高くしないで、うんうん、低くして、うん、低いところでやればマーベラスを置いて。なるほど。じゃあじゃあこれをこれをえこれこれこれ使い方できるのかな。ダメ。これってどうやって畳む？これって普通に畳むんじゃん。そしたらこれこれどうやって畳む？あ、畳めねえ。なんで畳めそれは、それは、どうやってやる？このまま。あ、そう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 。こうでしょ？こうだ。な、これも、うん、あ、ここにロックになってる。使い方も知らない。持ってても使ったことがないってやつ。これでいいじゃん。これじゃダメなの。これってことでしょ？そう、これ、これも、これを、そう、うん、あ、それをそうするってこと？そう。あ、これはそのままで、そのままでいいの？そのままでよくない？よくわかんない、もう。それ、そのままじゃあ、これを、じゃあちょっとこれはこれでいいのか？うん、いいと思うよ。これ安定性が高いから安定性がないじゃん。うん、なるほどね。うん、やっぱこれを、うん、かけるの時間かかんないのこれ。30分かかるでしょ、うん、だからお湯を沸かしてやるのが良かったのかな。これを入れてそのままで、でこれで、うん、こうして、うん、そのまま安定してない。あ、そうだ ね全然いいね。そしてマーベラスを乗せて、マーベラスをこれで、うん、じゃん、無謀なマーベラスです。無謀なマーベラスです。この、はい、この中でマーベラス。大丈夫、かなり斜めってるけど、あしたらここ下に入りでも大丈夫だよ。そうだ、大丈夫だね。まあ、そんなことない。熱すぎね。多分これでどう？グラグラ？うん、グラグラではないけど。多分これでいけると思うよ。これぐらい斜めだよ。使うのに大丈夫かな、開けなくて大丈夫。ちょっとパック入れてくれる？あ、いらないからね。ご飯どうにかなんないの？ご飯食べたい。任しとき、ご飯任しとき、ご飯、うん、ご飯ね、うん、ご飯炊こう。ご飯炊ける？たけるくん、どこでやる？うん、どこでやるかな。そこに置ける？たけるくん。たけるくん。その奥あたりに。たけるくん出しちゃった。釜飯。釜飯で。で、これ邪魔だからこの上に入れちゃって。そう。釜飯で。ポン。これもっと下でいいのかな？結構。頭の上の方はあれで、うん、もうちょっと下で見るのかな、うん、こうかな、これどう、うん、これちょっと行き過ぎか。邪魔なの。もうちょっとそれで後ろのがいいのか、これマーベラスとかなんか言ってるのがちょっと、うん、よくわかんないのか。こうか、お皿、うん、こんな感じか、米、うん、マーベラスの後ろで、うん、これをこうで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 、うん、これ新しく買ってきた、ある、新しいの開けてないのもある。あ、ほんと？それもダメなんちゃう？ダメ
うん、このままはダメ。なんかそのまま、何これそのまま入ってるしゴミだし、うん、とりあえずこのまま、うん、よいしょ。すげえな、初めてにしてこのご飯やるっつんだからさ、うん、すげえよ。すごいよね。でも邪魔なものはみんな、こっちこっち、これ、これも邪魔じゃない。ああ邪魔だね。でもこれハサミ絶対使う、うん、そしてこれいくの。置いて、今買って投げたでしょ、他に。映った？映ってたよ。よし、これで。すげえ。すげえ。入れるわけよ、お米をね。それも無洗米じゃないっていうやつね。無洗米じゃないやつね、はい、ちょっとちゃ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 ってやっていこうか、うん、でこれは2個入ってるから、うん、いいよこれ。あ、え、なにこれ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 、なにそれ、水が出たよ。なんか水が吹き出たよ。水じゃないのかなこれ。液？あ、でも大丈夫そうだよね。大丈夫かな、うん、大丈夫かな、ちょっと拭いて、うん、他のやつどうなんだろうこれ。なんだけど、なんか水が出たよ、うん、ちょっとセットしときながら、うん、セットしときながら、これはこのまま、うん、これだけゴミだから、うん、ゴミがね、ゴミ箱が欲しかったね。うん、ああ、そうだね、ゴミ箱、それ袋をゴミ箱にしちゃえば、そうだね、うん、よいしょ。これまだ出番ないで、うん、それはまだいいかな、まだ今じゃねえよね、うん、はい、これで水を、それも邪魔だね。うん、これも邪魔。それ後ろ行くの、うん、みんな後ろ。ゴミ箱、そしたら、うん、お水をこの中に入れて、うん、お米を研がなきゃいけないの、うん、お水入れて、5個目研いで、研いだやつどうする。研いだやつはこれを持ってきたから、この中に入れようかな。その中に入れるか、うん、じゃあこれをどうすればいい。ここにお水一回入れてください。お水入れる、はい、うん、これでいい、はい、どれぐらい、ストップって言って、はい、とりあえずいいよ、これでシャ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 、極力少ないお水でやりたいよね、うん、多分だよね、うん、これパパを持っていくか、うん、ありがとう。おままごとしてみて。子供の頃にやったおままごとだよな、これ。ね、絶対そうだよな。うん、お米研いでます、はい。すごい無謀です。初めての車中泊。いやきついなこれ。これは来てるね。いやなんかあるから早めの方がいいなと思ってたんだよ、うん、こっちに来る時間帯ね、うんうん、やっぱり正解だよ、早めで、ね、はい、これでいい、うん、これでいいね、これで、うん、これで切ったら、うん、もういいの、うん、そしたらさ、これにさ200、うん、と102回か、うん、102回、うん、200ミリリットル入れたいので、あ、200ね、うん、はい、はい、これで、これで、はい、あとで捨てに行く、うん、捨てに行きましょう、うん、なのでちょっとこの辺に置いといて、うん、とりあえず、うん、で、これで200、うん、どこが100だ、これが100か、うん、このもんか、そのもんかな、それを、まあ、100、うん、もう一回、うん、もう一回、もうこれぐらい、そんなもんでいいんじゃない、まあ、うん、はい、はい、OK、でこれで、これで、うん、これで炊きます。すげえ、初めての車中泊で飯炊いちゃうんだ。炊いちゃうね、炊いちゃう、炊いちゃう、炊いちゃう、こんな感じです、はい。
よいしょ、見えるでしょうか。見えるでしょうか。おー、見える見える。はい、こんな感じで、はい、はい、炊きたいと思います。結構無謀ですね。無謀ですね。じゃあ蓋をして、置いて、うん、待てないよ。カッチャマン、あれ、カッチャマン手の届くところに、カッチャマン、カッチャマン、カッチャマンオン。まあ、平らにしといた方がいいかな、ねえ、なんかで若干平らにしといた方が、割り箸とかで、若干でも、うん、若干ね、ね、うん、炊き上がるまで待つんだよ。何分？30分。30分、うん、マジで、はあ、すげえな。寒い、ヒーターつける。え、寒い？じゃあ寒いって聞いた。寒くない。大丈夫だよね、うん、30分、塩ラント、ご飯、ないでしょ。あ、時計さ、時計、あ、時計どこやったっけ。どっかにあるはず。あ、そっかな、うんうん、足元に置いてあったはず。あ、ほんと、うん、多分それっぽくない、わかんないけど、うんうん、それなんか入れたい、うん、ね、ん、大丈夫、蒸らしが足りないとね、硬、うん、いからね、うん、これ小籠包、小籠包、肉団子、肉団子買ったよね。買った。肉団子これでやるの、うん、かなと思って持ってきたけど、うん、肉団子無理だな。肉団子この中に入れちゃおうか、下に。大丈夫なの、できんの、うん、いつまでちょっと待たないんじゃないの、うん、冷凍でしょ。冷凍じゃない、冷凍じゃない、レトルト。あ、ほんと、溜まると思うよ。あ、ほんと、うん、それ水流してこよっか、うん、飲んでもいいんだけどね。飲めないでしょ。飲めない。